で、そしてですね、最終的に差異がわかる、見えるっていうのもそうなんですけど、あとはこれを相手に伝えたいっていう風な時のアウトプットもですね、わかりやすい帳表で出力ができるようになりました。これも非常に喜ばしいところかなというところですね。特に、度量計算なんかは今まで画面上でこのように結果が表示はできるんですけれども、出力できるものってメッシュの CSV だったりとか、そういったものだったんですけど、こちらですね、このまんま算出結果とイメージを Excel 帳表で出力できるようになりました。先ほどのこのデータで見てみましょうか。こちら、ちょうど度量を算出しているデータなので、こちらで見てみますね。度量の計算結果がこのようにあって、こちらここに帳表書き込みっていう新しいボタンが出来上がっております。こちらを押してあげることで今の計算結果っていうのをそのまんま Excel の帳表にできます。で、このようにメッシュのモデルの分布なんかも絵としてわかるようにして、先ほどのカラーバーおよびヒストグラムまである状態で、Excel 帳表にしますってしてあげるとこんな感じで出来上がります。どうですかね。すごくわかりやすいですよね。このような形で計算結果とイメージっていうのを一発で出せるようになりました。さらに言うとですね、Excel のこの帳表の様式っていうのも実は自由に、カスタマイズもできるようになっております。先ほどのこの出力画面のところでテンプレート、帳表の様式を選ぶっていうところがあるんですけど、ここで自分で自由に作ったりだとか、さっき見てた標準のテンプレートをコピーして、これをじゃあ、カスタムテンプレートとして、やってみますよ。開くとこのような形で先ほど使ったテンプレートがこうやって出てきました。で、実はこのように何の値を持ってくるみたいな設定がされてるんですね。なのでこのセルをそのまんま使ってもらって、必要なもの不要なものを選んで、自由に、あとはもう Excel での設定なので Excel を触っていただければいいかなと思います。例えば、そうですね、じゃあちょっとかっこよく行書体のいかついフォントにしてみましょうかね。こんな風にしたりだとか、あとは切り度だけでいいんですよとかだったら、この盛り度の部分ですね、もう行ごともう削除してしまうとか、このような形で、作ってあげて、あとはこれを、上書き保存して抜けた時に、じゃあこれでレビューしますってしてあげると分かりますかね。今私がパパッと作ったこの帳表でこう出来上がってきたような形になっております。このように、帳表がただ作れるっていうだけじゃなくて、自由にカスタマイズも効くので、かなり自由度高くできるようになってるんじゃないかなと思います。さらにですね、度量なんかは上から見た状態で見えればいいんですけれども、例えばこういう構造物のヒートマップはこっち側も裏面もあったりするので、そういったものは 3D のモデルとして Excel の中に入れ込むこともできるようになってます。Excel の中でぐるぐる回せるんですよね。素晴らしいですね。先ほどのこちらですね、を使ってやってみたいと思います。このように、4方向すべての方向でベクトル差分解析をしたデータがありますっていうときに、こちらについてですね、計算結果を出した際に同様にベクトル差分解析でもこの結果が出てる画面から帳表書き込みっていうのができるようになっておりますので、こちらから帳表書き込みます。そして、どの状態どの向きで一旦作りますかっていうで、もうヒートマップのモデルだけにしますね。あとはこちらですね、 3D モデルを書き込むっていうチェックありますので、こちらのチェックを入れてあげて、最後にプレビューってしてあげれば、これで Excel の中にこういった 3D モデルが入った状態で、こちらこうやって回せるんですよね。で、もちろんパンとズームってしてあげれば寄ったり引いたりっていう風なことが自由にできるようになっております。まあ、どっち側の面でも自由にこのように確認をするなんていう風なことができる、そういったものになってるっていうところで、それはもう二次元の
ものと思いきや、こんな風に 3D のモデルで入れてあげるなんていう風なことも可能になってきました。すごくわかりやすいですよね。まあ、こういった形で正しく拾ったものっていうのを、どんな分布になってるかを可視化して、そしてさらにアウトプットでわかりやすく伝えるっていうところまでがこうできるようになっている。これが、このトレンドポイントのまず一つ目の大きな、新機能かなと思います。そしてですね、先ほどのヒストグラムだったりとか Excel 帳表で出せるっていう部分については、それぞれのコマンド、対応したコマンドがあります。で、一部ですね、点群しか扱わないものとかだと、帳表にモデルは入りませんよとかですね、あったりしますので、こちらについてはですね、この一覧を、見ていただければいいかなと